よ、友朝日日向だ。今回はね、最近暑すぎませんかという話をしていきたいと思います。ということで、やっていこう。そう、最近ね、夏になってきて、暑すぎません？ そう、俺ね、夏になるとすごい体力が落ちるんですよ。そう。で、夏になると結構ね、夏用の体力を使うっていうの？わかる？なんか言いたいこと分かってくれ。そう、まだね、冬用の体力を使ってるみたいで、すぐ疲れちゃうんだよね。そう、そう。だからね、7月8月になってくるともう夏用の体力になってるから、結構過ごしやすいんだけど、6月とか5月とかがちょっと過ごしにくいかなとは僕は思う。分かってくれ、この気持ち。でね、冬も冬で、冬になり始めだから、そうな、11月ぐらい？ 11 月ぐらいもね、夏用の体力とか使ってたりするから、結構ね、しんどかったりするんだよね。だから、みんなもね、そういう経験がある方は、負けないように頑張ってください。はい。ということで、もし、この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくです。ということで、チャオ、バイバイ。